お前たちが目を開いて暮らせるのは、危険を冒して火を取ってきてくださる光様のおかげぞ。千年彗星の抱える火があれば、人はもう黒い森に怯えずとも済む。その星を狩る者は光の王と呼ばれる。最終戦争後の世界、天然の火を使えなくなった人類。光様が死になさったのは私のせいじゃから。森を行くのは決して安全じゃない。形見を返すため、カリーヌと共に首都へ向かうトーコ。君にはここで雷瓶の製作に当たってもらいたい。おきびきに幼い妹と身を寄せる孔子。用途の異なる新たな雷瓶。妹を守るため彼は秘密の研究についた。何が起ころうとしているんですか。人間の手で人間を守るためには強力な武器が必要だ。おきび家のキラと申します。お兄ちゃん、カラタ、イズモ、でかした。エンマというのは贈り物かもしれん。次の村で花嫁と一緒に降りろ。首都を目指すなら手伝うよ。光様。11歳の少女と15歳の少年、最終戦争後を生きる者たちの運命は。ワウワウオリジナルアニメ光の王、1月14日土曜スタート。きっと帰ってこい、待っておるから。